歩道と父母のフランス遠征組道草部に対する視聴者の反応集。道草部活動内容。走る。食べる。料理を作る。買い食い。他には泳ぐじゃね。父母はずぶいけど賢いって言われてるからな。安くたくさん美味しいものを食べるために IQ を存分に発揮してほしい。道草部は飯が絡むと IQ が上がるという風潮あると思います。正解数で食べれる料理が増えるクイズ企画やらせたら当たり前のように全問正解してそう。道草部たるもの食に妥協はしない。バカ舌に見えてうまいものはうまいものでちゃんと食ってるので目隠しをして高い方当てる某番組とかに呼ばれてもちゃんと正解するし、料理のお値段を当てるバラエティ出ても大外れはしない二人。それはそれとして下町グルメなりチェーン店のご飯も美味しく食べるし量を食う。どこの食べ物かも当てられるし仲のいい人なら作った人も当てられそう。A はすまし汁はよく行く料亭のおかみさんの味プボ。B は長谷園のプボ。炊飯器に入れると混ぜご飯になるプボ。おかわりあるプボ。控え室に置いてあるお茶菓子もりもり食ってて MC から食えすぎって言われてそう。限られた食材でいかに美味しいものをたくさん食べるかベストを尽くすその姿は美しい。 93.6% の小豆は北海道産。サラブレッド生産牧場はほぼ北海道内。つまりディープボンドはコシアン。二人とも食べるの大好きだけど、プボ、体重管理完璧。お堂、太りやすいけどすぐ絞れる。ってキャラ分けができてるのも強い。道草部の部室はちょっとしたコンビニみたいになってそう。顧問の友人や豊かに見つかる前にもぐもぐしたり必死になって二人でおやつを隠す。なおたまに F も手伝いに来るとかなんとか。お堂は水泳部と兼部してるから多分そっちの部室に隠しときますね、ってやってる。多分こいつら部費で食品だけじゃなくて流しそうめん機とかワッフルメーカーとか色々買ってる。買って1、2回しか使わなさそうと思われたセイロやワッフルメーカーもそこそこの頻度で使ってそう。定期的に引っ張り出しては実はこれを作るのにも使えます、みたいな発案してそう。大発見、食いしん坊視点、押して先輩に褒められるお堂や反対に後輩から尊敬のキラキラ目を向けられるプボくん。プボとお堂はお野菜ももりもり食べるイメージあるからセイロは料理の付け合わせや下ごしらえにちょくちょく利用してそう。ワッフルメーカーは思いついたようにいろんなの挟んで焼いてそう。肉まん挟んだり、おにぎり挟んだり。ここのお店が美味しいプボー、とか言いながら隠れた名店を探し当てる嗅覚とコネを合わせ持つボンド。食べ放題の店に来た時、他の子たちは何食べようかとキャイキャイしてる中頭の中でどれだけたくさん美味しく食べられるかを高速計算しながら席に着く二人。一緒に来てた子が後日、あんなに食ってたのになんで太らないのお前ら。ってなるやつ。バラムツ VS 食いしん坊。おバカ。尊厳破壊フィッシュはやめろ。小さい子に算数を教える際に教材として箱入りのおまんじゅうを持ち込むボンドはいる。程よく甘い美味しいおまんじゅうでお値段もそんなしないから安心してたら、店の創業年数が数百年前とかでビビるやつ。9、おまんじゅうが9個入った箱が1つあります。その中から3個出しました。箱には何個残ってますか？先生が全部食べちゃうので0個です。お堂、脂肪をつけないといけないぐらい食べても良いんですか？はい、ドーバー海峡横断部に入ります。お堂くんは言う星がエクレアっぽいし名前もなんかエクレアっぽい響きなのでエクイノックスを時々エクレアくん呼ばわりする概念。二文字目が食ってところしかエクレアっぽいところなくないですか？食い物のことしか考えてないから。見るたびによだれを垂らされるイクイノックスが、いつか食べられるんじゃ、って怯えてるのはわかる。イクイノックス、聞き間違いじゃない。こいつ僕のことをエクレアって言ってる。フランスの街中でエクレアを見つけて、見覚えがあるな、あ、隣帰国後にイクイノックスのことをエクレア君と呼び始めるお堂。ビクター、俺は美味しくはないぞ。君はラスクかな。ラスクビクターモア。ラスクはイルドモアもいるぞ。道草部の先輩なんとかしてくれ。アーズブすぎて話が通じてるかどうかもよくわからない。コシアンだからすでに何回かかじられてるよ。ムチムチで弾き返して気づいてないだけで。コシアンだー、ガジガジ。なんかかじられてる気がするプボー。お堂はシャフトしがらきで面識あるのだろうか。俺様なシャフト三大欲求に正直に生きるお堂は果たして相性大丈夫なんだろうか。お堂、シャブシャブ先輩、シャフ。シャフリアールな。旅番組、ボンドとお堂の道草ツアーズ、にありがちなこと。二
フランス旅行会ではゲストの太鼓がフランスのグルメに魅了され、もう一人のゲストのステフがフランス美女に大興奮してしまう。経費の9割が食費。お堂が何も食ってないシーンの方が少ない。大体登場から何か食ってる。ずっともぐもぐしてるから、字幕つかないと何言ってるのかはわからん。日本に帰った時みんなに配るためのお土産を帰りの飛行機で食い尽くす。毎回後半に挟まるお堂のプールシーン、競泳プール、ガチ泳ぎ。特に何も食べずひたすらプールで泳いでたかい、割と好評。プボの進行がずぶそうだしお堂もずっと食ってて喋んないから毎回ゲストへの負担がやばそう。和田 D のカンペ、巻いて。頼れる3人のスタッフ。カンペ担当和田 D。カメラ担当川田 D。いろいろやってくれる豊か P。絆パパと糸ちゃんをゲストに招いた生放送スペシャルでは、福永 P の番組の収録中のコンちゃんとエピトにアミスしちゃってそれはまあ大変なことになってましたね。準レギュラー。食いっぷりに定評のある赤い糸。英国で無事道草サブ入りを果たした大帝。他には食べるの大好きユーバーレイベン会話ファミキとゴルシがスタッフで来ていて大変だったとのこと。テロップが歌詞の女王ではなく歌詞の女王でミスなのか狙い通りなのかわからないけど多分合ってるユーバーゲストかい。途中、入れ替わってるが入る。なおファンロンは何も知らない模様。兄の衣装を着てスタッフルームのお菓子も食べるユーバーレイベン。妹の衣装が似合ってしまったマイネルファンロン。ユーバーレイベンゲスト会話おっとりしすぎて食べ終わらないうちに終わりそう。巻いて。デムローが美味しい納豆パスタ作り出したぞ。美味しいパスタ作ったお前。プボ、お堂、エリモ組による極寒地ガチキャンプ会。今回の企画は、なんと、4泊3日エリモブートキャンプ合宿の旅、であった。釣った魚を手際よくさばいていくエリモ育ちのメロディーレインさん。経費がカツカツの時に借り出されるエリモ熊道場の方々。ここをキャンプ地とする。お堂が立東の水泳部エースなら、美穂の水泳部の新生として期待されている F。東西の水泳部が揃ったプール会が放送されたけど実際はプール場のフードコートを片っ端から食べてるだけだったかい。後日、そこには怒りのダイエット企画を持ち込んだ横山マネージャーの姿が、ダイエットか絶品グルメかどちらかを決める運命のルーレット。ダイエットの内容は10キロ NA やバンジージャンプなど、もはや罰ゲームでは、と言われるレベルの過酷なものも。その瞬間悲しき競馬マシーン、激強、エフフォーリアになって見事絶品グルメのマスにダーツを直撃させるんだよね。絶品グルメは食べれるけど食べた分だけ NA には参加してもらうプボよ。スペシャル特番では毎回と言って良いほどゲストに来るコンちゃん。特別スポンサーが謝罪で。企画がうなぎやすっぽんなどの精がつく企画なんだよね。お正月特番で予算を使いすぎた結果、次回の放送は急遽、余ったお餅を食い尽くせ、お餅アレンジ大会、とかいう企画になる。同じような感じで夏休み特番の後は予算節約会としてそうめんアレンジ大会の企画が組まれることになる。総集編みたいな感じで過去回の映像にツッコミを入れるコントレイルのお留守番会も面白そう。